はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書5章のテスト対策やっていきます。で、この章は掃除ですね。それのスタート動画となります。で、今回はこの4問やっていきますので、まずここで一回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっと不安だったりわかんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ掃除の章の、ね、テスト対策となります。で、一番最初なので、もうちょっと軽めの問題からやっていくんですけど、この問題ですね、実は本編の3年生の掃除の動画の一番最初の問題すごく似てるんですよ。で、意図的にちょっとそれを使ってやってるんですけど、で、もしそれちょっと気になる方がいれば、この動画の一番最後のところでね、リンク貼っておきますので、まあパソコンの方限定にはなっちゃうんですけど、よかったら見てみてください。で、普通はね、この、まあ、四角形が2つ出てきて掃除ですよって、まあ、その掃除比出したり、長さ出したり、角度出したりっていう問題は、そのね、本編の方にもあるんですけど、だいたい四角形こういう風になってるんですよ。斜めになってて、まあ、同じ向きだったり、自分はね、ちょっとこう逆向きにしたりしてたんですけど、だいたいこんな風に見た目で分かりやすいようになってるんですが、自分のね、元生徒の先生がね、あえてこういうの出してきた人が、かつていて、なんで今回テスト対策ちょっとこれでやろうと思って、見た目一瞬ちょっとね、分かりづらいんですよ。これがね、同じ向きになってんのか、それとも、こういう感じで左右が逆になってる掃除バージョンなのかって、パッと見分かんない。まあ分かるね、まあちゃんと見れば分かるんだけど。で、そういう時の判断の仕方をちょっと覚えてほしくって、それが問題文に書いてある最初の1行目ですね、ここ。四角形 ABCD 掃除四角形 EFGH と書いてあります。これはアルファベット順がそのまま対応しているので ABCD と EFGH 向きが向きというか順番逆になってますよね。だからこれ A に対応するのが、ちょっと丸つけようか。 A がここです。で、 B のここがこうなる感じ。あとは回るからわかるかな、という風になってますので、これね、先入観で、あ、オッケーオッケー、ここで左と左ねって、同じ向きねってやっていくと、1番からボロボロになります。そう。まあ、気づけるとは思うんですけど、一応ね。だから、例えば1番、掃除費求めなさいって言ってる時も、同じ順番って思ってしまうと、3対6に行きたくなるんですよ。で、約分して1対2になるんですけど、それで罰を食らうっていう。今、ここに対応してるのはこっちなので、3対 7.5 になります。1番に関してはね。で、どうしよう、ここでいっか。だから、まあ、使う数字が3対 7.5。で、まあ、問題によってはね、いつだと最も簡単な整数の比でって書いてくれると思うんですが、基本的に比で小数残しても×食らうだけなので、これを簡単にしていきます。で、これがね、例えば 1.5 で割ればいいんでしょうって気づける方はもちろんそれで一発で言っちゃって構わないんですが、割と小数の比、ちょっとうんって止まる子もいたりするので、若干めんどくさく感じるかもしれないんですけど、もしね、小数苦手な方がいたら、これ、まず小数消しましょう。小数嫌だから。で、どう消すかって言ったら、一番楽なのは10かけます。だって10かけたら、位一つ上がるから、30対75になる。で、もうちょっと簡単な方法だったら2をかけるのがいいです。ほにゃらら .5。例えば 7.5、3.5、4.5 っていう、ほにゃらら .5 って数は2をかけたら絶対整数になるので、小数じゃなくなるからね。だからそれでもいいんですけど、まあ、一番簡単な方法は10をかけるパターンでいきます。で、こうなるでしょ ?30 と75。そしたらこっから割っていくの。気づける範囲でね。で、例えばじゃあ、ここ15で割るか気づけたらいいんですけど、例えば5で割ろうと。35で割ったら、6。75を5で割ったら、15か。で、この6対15、まだ3で割れるので、3で割って、2対5。で、これ以上割れないから、今回の掃除費は2対5でしたよっていう。まあ、こんな感じでやってみてください。最初にも言ったようにね、別にこっから 1.5 で約分できる方はいきなり言っていいんだよ。構わないんですけど、小数の比が若干ね、うんって思う方は10をかけたり、もしくはほにゃらら点5だったら2をかけてやっていくと計算しやすいんでね、そんな感じでやってもらえたらと思います。で、2番。じゃあ FG 出しましょうと。FG 下ね、ここの部分。じゃあここ出したいんで、まず X ってちょっと置かせていただきます。
で、今、掃除費を求めたので2対5って。だから、どこの辺も全部2対5なの。こことここ2対5だし、こことここも2対5。もちろん、下と下も2対5になってる。だから、この5って書いてあるから、5と X、つまり今、5対 X ね。こことここの比は同じ2対5だから、イコール、2対5と、こうやって式を求めてください。だからさっきも言ったように、1番を先入観でね、左と左、3対6でしょって言ってしまって、ここの比を間違うと、もちろんこれも計算したら間違うっていう、もうドツボにはまる感じになってしまうので。で、この比例式は、中、中、外、外、掛け算です。中と中掛け算すると、2X、外と外かけると25、それをイコールで繋ぎます。で、2が邪魔なので、両辺2で割ると、これ下入るかな？あ、下入るか。X イコール2分の25センチメートルと、これで終了です。で、もしくは小数にするんだったら 12.5。もちろんこっちでも OK です。自分は分数が好きなんでね、分数で出しちゃいますけど。まあ、こんな感じ。で、3番 F ですね。F の角度、ここを求めたいと。で、掃除で大事なことは、掃除費、辺の長さっていうのは日によってもちろん変わります。見てわかるように長くなったり短くなったりするからね。でも角度っていうのは対応するところは変わりません。だから、この F、ここね。ここと対応するのどこって。まあ、さっきマークつけましたけど、三角三角でマークついてるんで、ここと角度が同じになります。つまり、3番に関しては計算とか特になく F イコール65度でこれで終了です。で、ラスト4番 C ですね。ここの角度出したい。で、一応対応するとこ考えるとここですね。ここは一緒で、まあ上でやっても下でやっても構わないんですが、今ここ65度ってすぐ出してるので、この角度も三角、四角形だよね。で、100、110、65っても3つ出てるから、これ全部足すと、275になります。で、四角形は全部で360度なので、4番は、各 C イコール、360から今3つ出した、275を引けばいいので、ミスりたくない。85か。85度。これで終了となります。まあ、掃除に関してはね、この、まあ、定期テストだったら必ずこういう問題が1問ポッて出てきます。まあ、もちろんこんなに問題数あるかどうかは置いといてになりますけど、まあ、掃除費求めるときに見た目でね、騙してこようとする先生もいらっしゃいましたので、まあ、みんなそれに引っかかんないように、ぜひね、こんな感じでやってみてください。では、今回はね、この4問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画では始まってるんですが、エンディングでこうちょっと喋ったりとか、おすすめ動画とか、まあ途中で話したね、リンク貼ったりするようになりますので、まあパソコンの方限定にはなっちゃうんですけど、もしよかったらね、その動画のリンクのやつもぜひ使ってみてください。ではまた次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。